陸地で魔法戦を研究してるって聞いていたけど。高校にも通いながらですよ。急に転校してくるなんてな。飯塚さんって結構いろんなとこに顔が利くんですね。アスカさんと一緒の高校に転校できなきゃ自衛隊を辞めるって言ったらすぐに話が通りました。というのは半分冗談ですけど、もしかしてストーカーみたいって思いました？いや、ちょっと驚いただけ。この前のハロウィン級、状況が変わりつつあります。だけど私はもう関係ない。敵はそう思ってくれません。私たちできるだけ一緒にいた方がいいです。できれば住居も同じにした方が。チーソー、ち、転校生同士仲良くやってんね。私は牧野のぞみ、こっちは畑さや子。どうも。アスカさんのお友達ですよね。イエーイイエイイエイイエイ。はい、一応。一応って？私、アスカさんの一番の友達なんです。あ、よろしくお願いいたします。イエイイエイイエイ。アスカさん、定食のハンバーグ美味しいですよ。ちょっと食べてみます？じゃあ、少しもらおうかな。はい、あーん。お二人とも仲いいんですね。はい。ねえねえ、くるみさんにとってアスカさんってどういう人？女神ですね。深いですな。ではアスカさんにとってくるみさんは？そうだな、頼れる仲間かな。優しいだけじゃなくて芯が強い。くるみのおかげで乗り切れたピンチがいくつもある。アスカさん。